はい、こんにちは、レトスノーノです。今回は、宅建合格するための7つの秘訣の1つ目、勉強時間について解説させていただきます。大きく分けて2つの内容をお話しできればと思ってます。1つ目が、合格するために必要な勉強時間ってどれくらいなのか。2つ目が、実際に勉強時間をどうやって作っていけばいいのか。この2点について解説させていただきます。まず1つ目ですね。宅建合格に必要な勉強時間。これ一般的にはですね、300時間と言われてます。で、300時間っていうと、ちょっとね、ざっくりしていてちょっとわかりづらいので、これをちょっと細かくしていくと、1日1時間勉強したと仮定しましょう。そうすると、30日、1ヶ月間で、まあ、大体30時間勉強したことになりますね。で、これを10倍すると300時間になるわけだから、1ヶ月の10倍で10ヶ月やれば300時間になります。つまり1日1時間勉強したのであれば、10ヶ月勉強すれば合格するために必要な300時間に到達できるということなんですね。ただここで注意していただきたいことがあって、それは何かというと、勉強時間が300時間取れたとしても、実際に300時間勉強したとしても、それで実力が上がるかどうかは別の話なんですね。実は300時間勉強することで合格できる実力をつけるためには条件があります。その条件っていうのは、効率的に勉強する、これができれば300時間で合格できるんですね。逆の言い方をすると、効率的な勉強ができなければ300時間以上勉強したとしても合格はできません。実際私は無料でお悩みの相談とかを受けてます。その中で実際いた方で言ったら、10回以上落ち続けている方、複数人いらっしゃるんですね、これまでに。で、5回6回落ちてる方って言ったら、もう数えきれないぐらいいるぐらいなんですよ。私が相談を受けてる人だけでもたくさんいるわけなので、日本全国で見たら相当たくさんいると思うんです。つまりもう300時間だけじゃなくて、もうそういった方っていうのはもうおそらく1000時間とかね、勉強してる方も中にはいるでしょう。それでも合格できないってことも十分あり得るってことなんですよ。なので、300時間勉強したら合格できるんだって考えるのはちょっと安易すぎますので、その点注意しましょう。で、この効率的に勉強すればの効率的って、これちょっと何なのかというと、ざっくり言うと2つに分けられます。まず、ちゃんとした勉強のやり方をするってことですね。まあ、もっと具体的に言ったら、丸暗記じゃなくて理解学習しましょうということです。これは4回目の動画でお伝えをします。また、ちゃんと集中して勉強する、これも重要になってきます。これについては2回目の動画で勉強場所について解説するんですけども、この勉強場所っていうのは集中して勉強できる場所のことを指しますので、まあ、2回目の動画に関連する内容になってきます。ちょっと考えていただきたいんですけども、集中をして1時間勉強するのと、集中せずに5時間勉強するのとでは、どちらの方が頭に入るか、つまり効果が高いか、勉強の効果が高いか、これ考えていただきたいんですけども、これっていうのは圧倒的に集中して1時間勉強した方のが効果は高いです。もう集中せずにだらだら5時間勉強しても、これほとんど頭に入っていませんので、もう時間がもったいないだけなんですね。なので、もし5時間勉強できる時間があるのであれば、集中できる時間に区切って勉強する方のが全然効果は高いです。つまり、集中をしてちゃんと理解学習をすることによって、初めて300時間で合格できるんだっていうふうに考えてください。集中できていなかったり、また丸暗記学習しかやっていない、そういった場合だったら、この300時間ではもちろん全然足りません。600時間900時間やらないといけないかもしれません。で、実際実力が上がってくるのは、効率的な勉強を始めてからの時間なんですね。それまでの時間っていうのは準備段階、準備体操みたいなイメージなんですよ。だから、この準備体操、そういったところはもう早い段階でもう超えてほしいんですよね。で、ちゃんと理解学習ができて初めてスタートラインに立って、そこからの勉強時間で換算して300時間勉強できれば合格に達します。この準備段階をずっとやってる方も意外と多いので、つまり丸暗記学習で勉強されている方ですね、この方々っていうのはもう準備体操をずっとやってる感じなので、早く理解学習に移る、また、集中して勉強する、こっちに移ってもらいたいんですね。
そうすれば300時間勉強することで実力上がりますので、その点を注意しましょう。で、続いて時間の作り方、どうやって時間を作るかなんですけども、今回お伝えする内容っていうのは私が考えた内容ではございません。ピーター・ドラッガーっていう学者さんが考えた内容なんですね。まあ実際ピーター・ドラッガーさんの本って書店とか行くとたくさん並んでいるので、まあ、知ってる方も多いかもしれません。で、そのピーター・ドラッガーさんが提唱している時間管理のやり方を宅建の勉強に適用させていくと、まあ、いった話になります。で、まず時間なんですけれども、時間っていうのはこれ何も知らない間に過ぎていっちゃうっていうのが一つの特徴なんですよね。なのでもう気づかないうちに過ぎていくわけだから、まず最初にやるべきことっていうのは自分自身が24時間という1日をどのように使っていくかっていうのを把握することが第一歩なんですね。あなたが1日という時間を何に使っているのかっていうのを細かく分からないと、結局は忙しいことを理由に勉強時間が作れないというふうな考え方になっちゃって、結局勉強時間作れなくなっちゃうんですよ。なので第一段階として、自分自身勉強時間があるんだってことを認識させる、自分自身に認識させることがまず重要なんですよね。そのために記録しましょうっていう話なんです。自分自身が何に時間を使っているのかを記録する、これがすごく重要な作業になってきます。正直これめんどくさいんですけども、1日もしくは2日やっていただければ、まあ、大体大丈夫です。仕事をしている方であれば、仕事をしている日とあと休日の日、過ごし方が違うと思うんですね。なのでこの2パターンを記録すれば OK でしょう。あと、日勤と夜勤とか、まあ、そういったライフスタイルの方もいると思います。そういった方は日勤で1回、夜勤で1回記録すればいいんじゃないのかなと思います。主婦の方でだいたい毎日同じ感じで、家事、育児家事とかをやっているっていうのであれば、一つ記録すればいいと思います。一つ言えることは、仕事をしている方も、主婦の方もみんな忙しいってことなんです。多くの方が忙しいんですね。忙しいけれども勉強時間を作っている方はいるわけなので、必ず勉強時間は作れるんですね。まず自分自身勉強時間が作れるってことをまず頭に置いといてください。作れないんだって思いながらこの動画を見たとしても、おそらく作れないと思います。作れるんだ、どうやって作ったらいいんだってことを考えながらこの動画を見ていただければ有益な時間になるんじゃないのかなと思います。では細かく記録の仕方について解説させていただきます。まず、あの A4 の紙1枚用意してみてください。で、7時から、まあ、寝るまでの時間ですね、まあ、寝てる間っていうのは明らかにこれ勉強できませんので、寝てる時間は気にしなくてもいいです。起きてから寝るまでの時間、30分単位で記録できるように、まあ、こんな図っていうのかな、表っていうのかな、まあ、書いてみてください。 A4 の紙があったら、7時から例えば、昼頃まで30分単位区切って、またこっちにも、昼から寝るまで、こう区切ってね、また30分単位で、区切って、1枚の A4 の紙を用意します。そしてリアルタイムで書いていってほしいんですね。リアルタイムで書いていく、まあ、できればリアルタイムがいいですね。あの会社の会議があるから、その会議中ちょっとチェックできないよっていうのは、そういうのは仕方がないんですけども、できるだけリアルタイムで書いていきましょう。30分単位もしくは1時間単位で記録をしていきます。その方が何をやったかっていうのを覚えてるわけですよね。なので細かく記録できるんですよ。重要なことっていうのは細かく記録するってことです。細かく記録することによって、例えばこの30分でやったことは、あ、朝食を食べることとニュースを見ること、これをやってるんだってことで分かりますよね。で、これが分かったら次の作業として、この30分の中で勉強できる時間作れないかなって考えるんです。それは5分単位で見てください。5分単位、5分単位だったら大体ですね、まあ、あの選択肢2問ぐらい解けそうですね。勉強できそうです。まあ1問かもしれない、1問でもいいですし、まあ、2問でもいいんですけども、だいたい5分あればちょっと勉強できるんですよ。だからこの30分の間で何分勉強時間取れるかなって確認するんです。例えばここにも書いてある通り、7時から7時半の間で朝食とニュース、これをやってたと仮定しましょう。そうした時に、朝食だけだったらこれ10分ぐらいでいけるんじゃないのかな。で、ニュース
ニュースもこれここで見なかったとしても電車で見たらいいな。まあ見たとしても5分ぐらいねテレビ見ずにネットで必要なだけのニュースを見たらそれでいいかなってなれば、朝食10分、ニュース5分、これで15分できるぞということで、こっから15分を抽出できますよね。15分、次7時半から8時の間、これ身だしなりのチェックをしてたと、服を選んだりだとかセットしたりだとか、まあ、そういう時間に使ってたと仮定しましょうか。そうした時にこれ30分必要じゃないんじゃないかと、これ15分でいけるだろう。そうするとこれまた15分これ抽出できますよね。で、まあ、女性の方だったらねもっと時間かかるかもしれないけども、今使っている時間よりも短くできないのかなっていうところを考えて、短くできればその差分、短くした分だけ勉強時間に使えますよね。なんでこうやって抽出していきます。そうするとここだけでも、あ、これ30分作れてんじゃんと。30分あったらこれだいぶ勉強できますよね。5分で2問できるのであれば、ここで6問できて、ここでも6問、12問できるわけです。1問1答であれば12選択肢ですね。このように細かく見ていくってことがすごく重要なんですね。これざっくり書いてると細かく抽出することができないので、抽出できる多分時間も少なくなってくるんですよ。だから最大限に勉強時間を作るためには、このように30分単位ぐらいでリアルタイムでつけていくのがいいと思います。で、抽出できたら次何をやっていくかっていうと、一つ一つ勉強時間に変えていくってことが重要です。一つ一つです。人っていうのは習慣で生きる動物なんですね。習慣を変えるっていうのをすごく嫌がるんです。苦痛を感じるんですよ。だから今ここの1時間だけ見ても、15分15分で30分勉強時間作れる計算だけども、これをいきなり30分、作って勉強しようと思っても嫌になっちゃうんですよ。やりたくなくなっちゃう。だからやれる範囲で行うのがいいです。例えば初めのこの15分だけ、勉強時間作ろうかな。もしできなかったら5分だけでもいいです。5分だけちょっととりあえず作ってみようかな。で、やってみて1週間ぐらいやってみて慣れてきたらまた増やしていく。で、増やして慣れていったらまた増やしていくっていう形で、徐々に増やしていく方が習慣を変えやすいです。いきなり変えようと思っても大体変わらないので、で、結局自分できなかったって悲観をしてしまってやらなくなっちゃうので、であればやれるところからちょこちょこ変えていくってことをぜひ行ってください。なのでおさらいをすると、まず一つ目の段階として、忙しいから勉強時間が作れない、これは違うんだと、絶対に誰でも勉強時間は作れるんだっていう考え方にまず変えるってことです。で、考えた上で2つ目、30分単位で記録を取ってみてください。で、3つ目、記録を取ったら30分単位で勉強時間に変えることができる部分ないかなって一つ一つ確認してみてください。で、このように15分とか、まあ、15分、10分、5分とかってこう書き入れてってください。で、その後に一つ一つちっちゃなことから変えていきましょう。いきなり大きくね、全部を変えていくってことを一日でやるんじゃなくて、できる範囲で細かくちっちゃなことから行っていく。これをぜひ実践してみてください。そうすると1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後に大きく変わっているはずです。1日1日ってちっちゃいかもしれないけれども、1ヶ月、3ヶ月、半年、長期間考えたら、すごく大きな変化になってるんですよ。なので1日1日って大したことじゃないかもしれないけども、この大したことじゃないことを愚直にやっていくってことをぜひ行ってみてください。そしたら結果は必ず変わります。頑張っていきましょう。そして7つの秘訣の2つ目の動画については、勉強場所について解説させていただきたいと思いますので、そちらもぜひご確認いただければと思います。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。合格目指して一緒に頑張っていきましょう。